ハラスメントを受けて、関西大アイススケート部の監督を退任せざるを得なくなったと。プロフィギュアスケーターの織田信成さん、32が18日、東部の浜田義恵コーチ、60、2100万円の損害賠償を大阪地裁に提訴した。織田さんは、フィギュアスケート界の悪兵へ一石を投じる思いで、 裁判で事実を明らかにしたいと訴えている。訴状などによると、小田さんは2017年母校である関大大阪府水田市の監督に就任し、練習時間や学業への方針をめぐって、浜田コーチと対立。無視されたり、あんたの考えは間違っていると激高されたりしたと訴えている。嫌がらせは、 次第に体調を崩して、公演にも出場できなくなったと主張。今年3から4月にはストレスで入院し、指導にも行けなくなって9月に退任しま